村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー星ろ子です。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはちょっとアメリカの強すぎる経済のところからお話を伺っていきたいと思います。アメリカ経済、これだけの利上げ、高金利にもかかわらず堅調なのはなぜかということで、ウォール・ストリート・ジャーナルが、米経済なぜ強い、矛盾する3つの説明という記事で、1つ考察があるんですが、その1つがその金利が、経済に及ぼす影響というのが、そのまだ低金利時代に借りたもので、利払いはまだ少ないんだけれども、急ピッチで利上げが行われたので、キャッシュが生む、その利息収入、そっちがこう入ってきているので、トータルで考えるとそれほど皆さんその利払いがきつくないよという話で、時間差を伴ってこれからその利払いの部分のその借り換えなんかが生じてきたら危ないんじゃないのかみたいな、一つの指摘があるようです。これはどう、こういうことが本当にあるんでしょうか？あるでし、ちょっとね、いろいろ、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事にも少し書いてはいるんですけれども、現象面として、今言ったようなことが起きてるっていうのは確かだと思うんですよね。で、これは、家計でも、あと企業でもそうなんですよ、実はね。当たり前ですけど、金利を上げたら、借りてる人は、その利払い費が、増えるって、それが金融引き締め的に作用しますと。だけど、例えば企業で、家計でもオートローンとかでもそうですけども、満期が来るまで、固定利払いにして、で、借り換えするときにまた金利が上がっていくっていう、そこの、タイムラグっていうのは、借り入れの形態によって当然違ってくるんで、この議論は、僕の、らの世界では、やっぱ半年ぐらい前から、これがどの程度なのかっていうのは結構いろいろ議論されてはいる話なんですよ。だからちょっと今更感があって、どうしても最近やっぱ経済がめちゃくちゃ強いから、なんでなのかって話がこう改めて、ようやくウォール・ストリート・ジャーナルにも出てきてるっていうことだと思います。で、現象面としては、そういったことが起きてると正しい部分はあります。で、要は利払い費がまず、タイムラグを伴ってるんで、なかなかこう、利上げ始めたのは2022年の、初めなんで、そっから、すでに、もう、1年、2年経ってるんだけど、ようやく満期で、これから本格的に、利払い費が増えますっていう部分はあると思うんです。だからこれから悪くなるっていう、議論になるじゃないですか。これがもし正しいとすると、このタイムラグ、だけど一方で、その企業とか家計のその資産側で見ても、要はそのこの記事で書いてあるのは、要は利払い費じゃなくて利払い、要は 利息収入みたいなのが多いっていう、そういう議論もしてるんですよ、ね。で、それって結局なんでかっていうと、コロナの時にたくさんお金をもらってで余裕がある。家計なり企業なりってのは結構たくさんある。はい、で、アメリカの場合、いわゆる過剰貯蓄みたいなのがもう取り崩されてるという議論あるんだけど、企業は結構ね、バランスシート上にすごくまだ全体で見るとキャッシュが余ったりとかしてるんですよ。だから、利払い、利息の収入っていうのは MMF とかに借り換えたりとかするとすぐこう上がってくるんで、入りやすくなってるっていう、そういう部分があると思うんですね。だから、この議論は、要はタイムラグの問題で、これから、ひどくなるっていうよりは、そういった側面もあるんだけど、でもやっぱり、企業も家計も、バランスいいとかそんな言ったんじゃないんで、資産側のところで、結構その収入もあるんで、結果的に、利払いの負担っていうのが、少しこう、かつての、利上げ局面よりは、大きくないっていう。それは言えるかなっていう気がしますね。ですから、これだけでは理由ではないんですけども、もっといろんな議論を本当はしなきゃいけないんだけども、現象面として、一つの説として、これだけ金利が上がっても、あんまりブレーキがかからない、一つの理由としては、言えるかなという気はします。はい。この記事でも書いてあるんですけど、その統計がね、ちょっとこう、これもテクニカルな話になるんで、あんまり言わないですけど、ちょっとこう、ちょっと、
このデータ利が、払いの統計と利息収入の統計って、実はこれを推計してるんで、直接的なデータじゃ、実は推計されてなかったりとかするんで、まあそういう問題もあるんで、まあこの記事が言うほど、すべて、この理由だけで、経済がね、アメリカ経済が強いままだっていうことではないと思うんですけども、まあ一つの理由としては考えられるかなという気がします。ということであると、まあ、この記事の指摘が懸念しているように、これからちょっと時間差を持って、まあ、いろいろ危なくなるということもなくて、やはりそのアメリカの景気後退、リセッションシナリオっていうのは、もう今、ほぼほぼなくなっそうでてすきね。たっていう、この僕流れはで。そう思ってるんです。まあ、どちらかというと僕は楽観的で、もう去年、まあ、半年以上前から、まあ、ソフトそうラでンディングすでいいね。だろうっていうふうに申し上げていて、で、まあ、さっきおっしゃったように、この記事が正しいと、ちょっとこれから本当にその利上げの効果がタイムラグをそうです、伴っそうてやでっす。てくるっていうことになってくると、いや、これから景気やばいでしょうって話になりますけれども、まあでも、さっき言ったように、まあ、もちろんそういった今後、引き締め的な効果が強まってくるっていう部分もあるんだけど、一方で、例えば銀行のその貸し出し態度みたいなのを見ると、要は貸し出し態度、要は中小の金融機関、銀行が企業に対して、融資基準をこう、ね、厳格化するか、緩あめるいてはる緩か。めるかっていう。で、この貸し出し態度の調査とか、四半期に一回出るんですけども、これ先週出ていて、で、これが結構この2四半期連続で緩んでるんですよね。貸し出し態度の厳格化度合いが緩んでる。要はもう厳しくて、貸せないよっていう状況が結構和らいでるんですよ。まあちょっとね、この先々週とか、いわゆる商業不動産の話とか出りて、ま地し銀た。株が売られたりとかしてるんですけど、実は、それは結構多分ごく一部の話で、で、銀行のその融資態度から見た引き締めっていうのは、実はもう和らいでるんですよ。この半年そうです間が。か。だから、ね、そういうのも考えると、まあ、これから利払い費用が、要は借り換えとかで増えるからっていう部分で厳しい部分もあるんだけど、一方でもうすでに、まあ、同じ通りもう、利上げが止まってからも半年くらい経って、むしろ利下げの態が強まってるんで、金融の引き締め的な効果が弱まってるっていう部分も実はあるんですね。だから結果的におそらく相殺して、今なん、これから、なんだろう、金融環境が厳しくなって、まあ、景気後退が強まるっていう可能性は僕自身は低いんじゃないかな。まあ、結果的にいろんなものがこう相殺し合って、まあ、緩やかに引き締め効果が、まあ、すでにピークアウトしていって、で、結果的に、まあ、今、アメリカの経済についてはもう、後退を言う人っていうのが、もう、この、今年に入ってからも、もう去年の年末の中で、少数派だったんですけども、頑張っていた方々が、まあ結構もうみんなもう諦めちゃっていて、白旗を、まあほ、まあ、もうほぼ絶滅危惧種になっでてするかね。感じなんですね。だから、まだね、頑張ってる方もごくごく一部いるんで、まだその人たちが、まあ白旗を開けるのをまだ待てばいいと思うんですけども、まだ、そういうこと言ってる人がいるの、おっしゃって頑張ってる方がいるんで、まあ、だから結局まだ、アメリカも、なんだろう、要は、総楽観にはまだなってないんですね。なっエコてノミないスんでトのす立場ね。からすると。まあ、だか会員らのう株ちにが上がっ育てるっち。ていうことなんじゃないかな、っていう気がしますね。一方で日本は異次元緩和からの、まあ、脱却を模索する時期にあるんですが、先週日銀の内田副総裁の発言をきっかけに、まあ、日本株が急上昇、そしてドル円もそれに乗じて円安が一段と進行するという局面がありました。内田副総裁、マイナス金利開示の時期が近いというようなことを示唆するも、その後、どんどん利上げをしていくようなパスは考えにくい、緩和的な金融環境は維持していくというふうに述べられたということで、そんなに新味のある目新しい発言ではなかったと思うんですが、マーケッまあ、そうでトすね。反応が大きかったですか ね、まあ、中マー先ケッ生。トね。まあ、事前がちょっと警戒感が高まってたからっていう、まあ、一言でそういうことだと思うんですよ。ただ、いろいろ細かいところをね、挙げると、まあ、もうすでに植田総裁の、1月のご発言の時から、結構踏み込んだ発言っていうのはもうされてると思うんですよ。まあ、もう要は、2%の物価安定の、
が見えてくるっていう、まあ、角度そがの、高くっ角度て、が少しずつ高まってる。高まっで、ている。内田副総裁も、まあ、多分、あえてですけど、そこ、同じフレーズを使ってらっしゃるんで、まあ、そこは、総裁も副総裁も、全くお考えが同じで、まあ、あえて、総裁とお話、同じ発言を淡々とされていると。で、なので、もう、要は、次やりますとかってもちろん言わないんですけれども、でももう、もうずっとこれまでの説明で、結局賃金のところがしっかりと上がってくれば、もう、2%の物価安定のところの可能性というのは、もう十分高、あの、まあ、担保されるんですよ。もうデフレに戻ることはないんですよ。ないと思われるっていうところの、判断は、まあ、おそらく強くお持ちになってるんだな、っていうことですかね。あとは、まあ、これも、上田総裁のその発言と同じなんですけども、まあ、結構、記者に踏み込んで、今、こう、細かいところいろいろ聞きたいわけですよ。マイナス金利の解除をどうするかっていうこと。マイナス金利の解除をどうするかって結構テクニカルな話で、まあ、今のその要は、いわゆる三層構造と言われる、超過準備のこの今の設定を、これをどう変えるかっていうことに関しても、おそらくそれ聞かれて、直接聞かれてないと思うんですけども、もう、要はマイナス金利の解除っていうのはどういうことかっていうと、要はマイナス金利を導入する前のところで、無担保コールのところを0.1のところに戻していくっていう、でしたと、かつては。まあ、もちろんそうしますとは言ってないんですけども、このタイミングでそれを言うってことは、まあ多分それがもう念頭にあるんだなっていう議こ論とされていと、ると、で、あとは、まあもう、要は、マイナス金利を解除した後にどうするかっていうところの話で、要は何かこう不連続的な、要はその何かマイナス金利をやめたことによって、これまでの金融政策の姿勢なり、やり方なりが大きく変わるっていうことはしないです。っていうこともまあおっしゃっていて、まあこれももちろん上田総裁と同じ発言なんですけども、だから要は、議論としてはまあその質問も方ももうマイナス金利解除ありきのだし、次どうなるのっていうことをもう、日銀の中で、相当真剣に、議論されてるっていうことが、まあ、これはもう上田総裁の発言からもわかりましたけど、まあ、もう示されてましたけども、まあ、内田副総裁の声からも、まあ、ご発言からも、そういった、ところまでもおそらく踏み込んで、日銀の中で、議論されてるんだなっていうのが伺い知れる内容だったということだと思いますね。そうなると、まあ4月、まあ、早ければ3月という可能性もちょっとこう強まったのかなという印象があるんまあですもう、まあ五分五分とは言わないですけどね。ね。まあ僕の主観的な可能性は3月の方が高いと思います。で、まあ、やっぱり3月って、いろいろね、年度末だ年し。度末の時に何であえてやるんだって話と、あとはまあ春闘の、要は集計結果が、まあ、もちろん3月の、会合の前に、おそらく最初の集計が出るんで、でも、その段階でもう、まあ、もう最初の集計からそんな大きく変わらないんだからっていうことで、ややこう、前のめりに、判断するっていう可能性は別になくはないと思います。まあ、だけど、まあ、それでもし、そのね、出てきた、集計した結果がやっぱり1ヶ月後違いましたとかって話になると、まあ、これ結構やっぱ先生、やっぱり早かったんじゃないかってなっ言ちわゃれう。るじゃないですか。まあ、だから、もうここまで慎重にやってきて、で、あえてリスクを そうです取られね。る1っヶていう可月能ぐ性はらい低いね。んじゃないかな、1ヶ月っていう間で。まあ、だから僕はまあ、あえて言うと、まあ、これまで、慎重に、判断されてきて、まあ、最後の最後にこう、焦って、1ヶ月こう、早めるっていう、ことのメリットってそんなにあるのかなっていう気がするので、そういう意味で僕は、あえて言うと、やっぱり4月の方が可能性は高いんじゃないかなというふうに思ってます。なるまあ、ほこれもど。外れたらすいません。マーケットはもうこのマイナス金利解除っていうのは事実として織り込んでしまった上で、今148、9円で150円目指すような動きになってるんですかね。まあ、そこもね、議論分かれますよね。まあ、だから、もしその立場に、まあ、実際にマーケットの反応を見ると、もう別にマイナス金利の話はもういいから、いいというかもうダンディールになってるから、結局織りそ込んのじゃって後のる。利上げの、その後の利上げのペースがどうか。で、おそらく、なぜ、先週の、内田副総裁の木曜日の発言の後に円安になったかっていうと、要は、どんどん利上げするわけではないっていう、多分そういった発言だった、ご発して言まだっしたと思た。うんですよ。まあでも、どんどん利上げするわけじゃないって、でも結構こんな当たり前の話ですよねって そう、思うかも、分かっそりゃてそうただころうとだと思います。そんな、まあまあ別に、
疑ってるわけじゃないですよ。一部外疑ってる銀わけじゃなにく、うん。利上げを予想するとこもある。まあ、そんなね、いや、まあだけど、多分心の中では、いや、それはどんどん利上げしないけど、要はこれまでのステップをゆっくり踏んできたステップと、で、マイナス金利の解除の後に何があるかって言ったら当然、短期金利を引き上げるっていうのは当然あるわけで、で、そこのいつのタイミングで上げるかとかって具体的なことは全く当たり前ですよ。おっしゃらないわけです。それは言うわけないじゃないですか。FRB だって言うわけないし。で、そのニュアンスで、なんかどんどん上げないっていうのを、なんかこう、ちょっとこう、あ、これって要は連続的に上げない？で、それが何ヶ月なのかっていうのは全然わからないんだけど、まあ、なんとなくその年内上げないって言ってる人が結構多いと思うんですね。要はマイナス金利が仮にその4月に解除されたのに、まあわかんないです。1年ぐらいは様子を見るんじゃないかみたいな。なんかそういうことで、まあ僕は実際にはそれは、当たり前ですけど経済次第だし、全然年内、秋口とか、年末までに利上げっていうのは全然僕はあり得る話だと思うんで、ちょっとマーケットの反応がちょっとこう、なんだろう。一回マイナス金利解除しても、まあ全く動かないことを前提に、まあなんかこう、そっちの方にこう、なんか期待がこう偏りすぎてるなと、ちょっとこう、やや不安な部分があなりるまほすど。よね。うん。だから、実際に、あれですよ、今の段階だともう完全に織り込んでるからもうね、仮にマイナス金利解除されても、もう円安になるでしょうみたいな。ことまで。まあ、先週の反応だとそういうふうに思いたくなるのもわかるんですけど、でもやっぱり現実的に考えて、いや、日銀はこれから別に方向的には、タイミングがともかく利上げをこうしていく一方で、まあ、FRB は多分利下げをしていくっていうふうに、まあ、完全にその方向性がこうね、チェンジするわけなので、で、そういった中で円安っていうのはやっぱちょっと僕は考えづらいかなっていうふうに引き続き思ってるんで、まあ今のマーケットの反応は、まあちょっとね、事前の思惑でこう、思惑だけでこうなんかちょっと動いちゃってる。で、現実を見れば、やっぱりその、金融政策の方向性が変わるっていうことで、あとは別に日本銀行だって、ずっとこう利上げをね、しないわけじゃないっていうメッセージは多分出してくると思うんですよ。まあそうなってくるとさすがに為替のね、今の雰囲気っていうのはやっぱり変わるんじゃないかなっていうのを個人的には思ってます。はい。ありがとうございます。そして最後は春節入りしている中国ですが、1月の中国の CPI 消費者物価指数は、前月比プラス0.8%、PPI 生産者物価指数プラス2.5%、それぞれ下落しておりまして、特に消費者物価指数の方は4ヶ月連続でマイナスになっていると。この背景には資産価格下落の動きがあるということで、まあ、不動産問題とかいろいろありますし、株もあれだけ下がってますしということで、もうこれもデフレに入ってるっていう。まあね、一応コアベース、消費者物価ね、ヘッドラインだとマイナスなんですけど、まあコアだとね、まだプラスなんですよ。うん。まあだから、まあこれもちょっとエコノミストの言い訳的になるんだけど、こう、まあちょっとこう、食料品のところだけでやっぱり下がってる部分は結構あると思うんで、あとまあ今、世界的に、ヘッドラインの物価下がってるから、なんかマイナスになっちゃってるっていうのはあるんで、まだデフレかって言われると、まあ、ま中国だ。と東京正しいとしても 正しいと仮定すると、まだデフレかって言われると、まあそこまでひどくはないんじゃないかなとは思います。まあただ、でも、もうやっぱり、まあ我々の中でも、運用のな業界の中でも、やっぱこれだけやっぱり中国、まあ裏切られてきて、要はずっとこの、株の水準で見ると、まあ多分今に、1年前とほぼ同じ水準まで下がっていて、2019年から見ると、ずっと下がったり続けてるわけですね。ハンセン指数でも、上海総合そう指数でですも。ね。うんで、まあこれはもう、やっぱりデフレっぽいのに、十分な政策をしない。かつ、まあ、不良債権問題って出てこないけども、まあ、資産価格、まあ、住宅市場が崩壊していて、で、それに対して抜本的な対策が打たれずに、だらだらだらなんかやってるっていうのは、まあ、まさにかつて日本と同じっていうことですよね。うん。で、まあ、多分、それは日本人もそう思うし、まあ、おそらく欧米の投資家もみんな多分そういうふうに思ってるから、まあ、いくら割安でも、まあ、中国の株については手が出ないっていうのが、まあ、現状かなという気がします。で、まあ、僕自身どうかって言われると、まあ、そこは中国なんでね、状況変わり得ると思ってるんですよ。それで政策、真面目にやれば、ちょっと賢い人が出てきて、
要はデフレとんでもねえから、それは金融緩和するのは当たり前だろうっていう、五穀当たり前の、まあ僕はずっとそんなの人が変わればね、日本だって変わったわけだし、まあでも今のところ中国見てると、まあ、そういったまともな議論が、まあ、少なくとも聞かれないですかそうでね。すで、やっね。ぱりやってる政策も、そのやっぱ金融緩和が後手後手に回ってしまって、実質金利が高いままでっていうのは、まさに90年代の日本と同じなんですね。で、もちろん今の日本と、あ、ごめんなさい、今の中国と昔の日本、まあ全然違うから、簡単にはもちろん比較できない部分があるんですけど、まあ単純にやっぱりまあ経済活動を、まあないがしろにするっていう、まあいろいろその競争政策、要は民間の企業をこうね、抑制するような政策、プラス、要はデフレ政策の放置っていうのは、まさにさらに民間企業を痛めつけるような政策ですからね。うん。で、それをこう、やっぱり、ね、口ではなんか対応するとか言って株価対策とかしてますけども、まあ日本もそうですけど、一時的な株価対策ですね。やっぱ効かないのが当たり前なんで、空売りやっぱ禁そ止との、かね、はい。マクロ安定化政策でちゃんとこうしっかりとはい。するっていう5項が当たり前なの。で、やっぱはい。それがやっぱりこう、しっかりと打たれないと、やっぱり投資家の目線から見ると、いや、中国株買いだよねっていうのはちょっそうとで言いづすらいね。かなっていう、そういう状況なんじゃないですかね。はい。まあだからはい。個人的にはね、ちょっと面白いなと思ってる部分は実はあるんですね。いろいろその、水準 PR が的割なね、安、むちゃレくちベゃル割安的。なんで。はい。まあでもまあ、ね、むちゃくちゃ割安だと思って、日本の経験見ると、やっぱりデフレに陥っちゃうと、まあ、20年ぐらい平気で株価下そうがでりすすぎるっね。ていうことはもちろんあり得るんで、まあ中国がその途中にあるんであれば、やっぱりその簡単にはね、手出せないよねっていう、まあそういう感じかなって気がしますね。はい。ありがとうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。